ユヨンソクは、韓国の俳優。韓国ソウル特別市出身。身長183センチメートル、体重73キログラム、血液型 A 型。キングコングバイスターシップ所属。清掃大学校映画芸術学科学士課程、清掃大学校大学院演技芸術学科修士課程、卒業。 1984年4月11日に韓国ソウル特別市でアン・ヨンソクという名前で生まれる。父親が慶尚大学校の教授になったことで6歳の時に慶尚南道鎮述市へ引っ越す。初めて演技に惹かれたのは小学生の頃学芸会での演劇舞台で親や他の生徒から大きな拍手を受けた時のことだと語り、それが 本人にとって深く印象に残っていた。高校2年生の時、俳優を目指そうと決意し、大学進学のために浪人しながら勉強していた兄の後を追って、ソウル特別市に渡り、三成堂の近くで兄と共に暮らしていた。高校時代に通っていた演技学院で俳優のクラスを受けていた時、映画監督であるパクチャヌクの下で後に、衣装スタッフとして、 働くことになる女性と知り合った。その女性は、ユヨンソクが、ユジテに容姿が似ていたことを思い出し、映画のオーディションを受けるように連絡してきた。結果、2003年に公開された映画、オールドボーイでユジテが演じる友人の高校時代の役で俳優デビューを果たした。2005年より空軍で兵役を務め、2年3ヶ月の期間満了をもって2007年に除隊。その後、 2008年にユヨンソクという芸名で総合病院にから俳優活動を再開した。本名アンヨンソクは韓国語で発音する際アニョンソクになってしまう。芸名で名前を変えるにしてもヨンソクという名前が彼自身に似合っておりすべて変更するのは嫌だった。そこで事務所の提案により名字のみを変えることにした。まず母の旧姓を使い ちょヨンという芸名を考えたが、映画のセットなどで座る席に、いつもちょヨンと書かれてしまうのは悔しかった。それならば、チュヨにしたらどうかと考えたが、主演でない場合も、チュヨと書かれた席に座るのは、変な感じになってしまう。最終的に、俳優は柔軟でなければならないという考えのもと、ユヨンという言葉を使い、ユヨンソクという芸名にすることにした。 俳優活動を休止していたユヨンソクは、医療ドラマ、総合病院にで活動を再開した。ホラーミステリー、紅の魂から私の中のあなたからでは、傲慢な生徒会長ペックチュンちゃん役を演じ、深夜病院、おいしい人生などに出演した。映画、短い記憶で子供を探している繊細な元彼役を演じ、最高の評価を獲得した。その後すぐ、大ヒットした。 メロドラマ、建築学外論でお金持ちで甘やかされて育った、坊ちゃんで大学の先輩役で有名になり、私の狼少年などで注目を受ける。さらに、コメディ映画、全国のドジマンやファンタジーシリーズ、旧夜の初戦年に一度の恋で、知名度を上げた。2015年3月撮影予約遅は2013年後半に、ノスタルジックなキャンパスドラマ、 応答性予1994で野球の天才で、高青年のチルボン役を演じ、一気に人気を博した。そして大ブレイクした年に続き、2014年、悪名高いバイオテクノロジー研究者ファンウソクを描いた、ひさげ放射、ES 細胞絶造事件、朝鮮時代劇、ナオインサンイワンの日本の話題作に出演した。その後、旅行リアリティ番組、花より、 青春ラオス編に出演。2015年、ユヨンソクは、本姉妹が脚本を務めるチェジュ島を舞台にした、ロマンティックコメディシリーズ、幸せのレシピマナ言葉は、メンドロントットで、オーナーシェフ役として初主演を務めた。また、スリラー映画、隠密な計画や、ビューティーインサイドに出演。同年、舞台、壁抜け男で、主人公を演じ、これが、プロデビュー後、 初となる舞台ミュージカルである。2016年、愛を歌う花で、キムユヌ役、その日の雰囲気で主演を務める。その後、反キュ・ソヒョン人と共演した医療ドラマ、ロマンドクター・キムサブに出演。同年、日本でユンソク・ファーストジャパンファンミーティング幸せのレシピと題したファンミーティングが行われた。2018年、キム・ウンスクが脚本を手掛けた時代劇、 ロマンスドラマ、ミスター・サンシャインでくどん目役を演じる。同年、デビュー15周年を記念して、オール・アバウト・ユーと題した、ファンミーティングを開催した。なお、日本では、ユ四色ファンミーティング2018時間旅行と、題した、ファンミーティングが行われた。その後、ミュージカル、紳士のための愛と殺人の手引きに出演。2020年、賢い医師生活に、小逃げ外、 アンジョンボン役で出演。この際、ドラムは基本的なビートのみを演奏できる状態だったが、猛特訓して習得した。同年8月14日、所属事務所、キングコング・バイ・スター・シップの俳優ら5名で、TikTok にて、TikTok ステージ e With Men and Mission と題した、グローバルファンミーティングが行われた。韓国で、ミュージカル、ウェルテルの恋に、ウェルテル役で出演。 2021年2月 YouTube でチャンネル U4 足の週末4足劇を解説。毎週土曜日更新予定。ありがとうございます。